お宅の庭全然使ってないわね。ってことで、もらってあげるね。いきなり何言ってんですか？庭っていうよりただの空き地じゃん。もったいないからもらうことにしたの。私の家に隣接してるからちょうどいいなって思ってね。勝手なこと言わないでください。夫がいつか大きなガレージを建てたいらしいので、広めの土地を選んだんですよ。そうなんだ。でももう私がもらっちゃったから無理だね。いつかなんて言ってると永遠に実現できなくなっちゃうものね。いやいや、あげませんから。っていうか、庭をあげるなんて前代未聞です。でももう家建てちゃったからね。子供が大きくなってきたから離れが欲しかったのよ。何言ってるんですか？っていうか、ゆかさんって旦那さんも単身赴任中で息子さんと二人でしょ？離れなんていらないじゃないですか。子供もある程度の年齢になったらプライバシーが重要なのよ。ロックさんが出かけててなかなか帰ってこないからさ、家建てたのよ。夏休みなんで旦那の実家で一週間ほど過ごすって言いましたよね。っていうか、人の家の庭に勝手に家建てるなんて冗談ですよね。だいたい出かけてまだ3日なんですか。ミニハウスってやつね。1日で家が建っちゃうんだよ。秀吉もびっくりだね。マジで言ってるんですか？大きさ的にはプレハブみたいなもんなんだけどね。結構おしゃれなんだよ。息子もすっかり気に入ってすぐに机やベッドを運び込んじゃった。いやいや、頭おかしいんですか？っていうか、柵はどうしたんですか？失礼なこと言わないでよ。私は使われていない土地を有効活用したの。だいたい自分の土地だってアピールするんなら柵くらい建てたら？だからどう見たって空き地じゃん。あと空いてるスペースは駐車場にするから。勝手なこと言わないでください。っていうか、駐車場はゆかさんのお宅にもありましたよね。うちの駐車場はウッドテラスにしたから、ずっと憧れてたのよね。脳みそどっかに落っことしてきちゃったんですか？はい？超天才的な頭脳を持ったこの私に向かって何言ってるの？ロックさんが持て余した土地をわざわざ使ってあげてるんだよ。もっと感謝してほしいんだけど。ミニハウスだって結構高いんだよ。自分の家の庭を不法に占領されて感謝するわけないでしょ。とにかく私たちが帰るまでにしっかり元に戻しておいてください。はぁ？無理なんだけど。息子も超気に入ってるのに。今更取り上げられたら絶対泣くし。あの、息子さんってもう高校生でしたよね。泣くって何ですか？うちの子は感受性豊かなのよ。だからすぐに泣いちゃうんだから。それはどうでもいいことです。泣こうがわめこうがすぐに撤去してください。嫌だし、もう家まで建てたんだから、この土地は私のものなの。どんな理屈ですか？うちの実家も、おじいちゃんが持ち主不明の土地に家を建ててそのまま自分のものにしちゃったんだからね。つまり家を建てたらこっちのもんよ。相当に頭のおかしい家系の方だったんですね。私のおじいちゃんは立派だし、昔からパチンコで勝ったらお小遣いをくれるんだからね。とにかく土地は使ってる人のものになるのよ。使ってなかったロッカさんが悪い。だからさっきから展開してる謎理論は何なんですか？全く話が通じないんですけど。ロッカさんが分からず屋だからじゃないの？ほんと使ってもない土地のことでよくそこまでムキになれるよね。いやいや、庭に勝手に家を建てられて黙ってるわけにはいきませんから。ロッカさんってもしかしてすっごくケチな人なの？強欲妖怪なの？恐ろしい人。人の土地を勝手に占領するような人にケチとか強欲とか言われたくないです。もう話にならないんで明日帰りますので。久しぶりの実家なのに旦那さんかわいそう。ロッカさんって本当に自己中なのね。強欲で自己中とか生きてて恥ずかしくないの？生まれてきてごめんなさいって言ってみてよ。誰のために帰ると思ってるんですか？ロッカさんがケチで強欲だから帰るんでしょ？でも、もう家は建ってるんだし。車も止めてるから意味ないんだけどね。今日はウッドテラスのお披露目も兼ねてバーベキューパーティーだから。友達もいっぱい呼んじゃった。頭おかしすぎてもうついていけないんですけど。ああ、ロッカさんって友達とかいなさそうだからパーティーとかしたことがないんでしょ？かわいそう。とにかく明日のお昼頃には帰りますので、庭は絶対に元に戻してもらえますからね。嫌なこった。どうせ無駄なんだし、ゆっくりしてくればいいのに。この状況でゆっくりできるわけがないじゃないですか。ちょっとまずいことになったわ。ねえ聞いてる？返事して。お願いだから返事をしてよ。何ですか？今親戚で集まってバーベキュー中なんですけど。それどころじゃないんだって。なんか急に旦那が帰ってきたの。そうなんですか？よかったじゃないですか。では。全然良くないのよ。それどころかかなりまずい状況なの。勝手に隣の家の庭に家を建てたことがバレて怒られたとかですか？
よかったです。ゆかさんと違って旦那さんは常識人だったみたいで。違うの。いや、それもそうだけど、ちょっと大変なことになったのよ。何ですか？今盛り上がってるとこなんで手短にお願いします。実はね、今日友達3人とそれぞれの彼氏で集まってパーティーしてたの。友達の彼氏も遊びに来てたってことですか？別にいいじゃないですか。むしろゆかさんも旦那さんが帰ってきてくれてよかったでしょ？一人だけ寂しい思いをしないで済みますし。それが、私の彼氏も来てたのよ。え？旦那さんがいるのに彼氏？やっぱりゆかさんって常識と脳みそをどこかで落っことしちゃってますよ。しかも盛り上がって家の中でみんなで、いたしてるタイミングで旦那が帰ってきちゃって。みんなでってどんなパーティーですか？頭の中が年中サンバカーニバルなんですか？とにかくそれで旦那がブチ切れて暴走キングコングモードに入っちゃったのよ。あの人切れたら長州力より凶暴だから全員ラリアットで外に追い出されちゃったの。そりゃ切れるでしょうね。私でも眼球にデスソース流し込んでやるくらい切れると思います。恐ろしいこと言わないでよ。今ロッカさんの家の庭にいるの。服も着てないから外に出られないの。すぐに帰ってきて助けて、お願い。人の家の庭で何やってんすか。とりあえず勝手に建てた家にでも避難すればいいんじゃないですか。それがダメなの。息子が鍵開けてくれないのよ。何か怒ってるみたいで。そりゃ母親がそんなことしてたら怒るでしょうよ。っていうか息子さんに隠れて浮気しやすいように離れを作ったとかですか。いやー、でも高校生くらいになるとその辺敏感なんで気づいてたんじゃないですか。とにかくどうしようもない状況なのよ。ロッカさんしか頼れる人がいないの。確か旦那さんの実家って車で1時間くらいのところだったわよね。お願いだからすぐに帰ってきて。無理ですね。今ビール飲んでるのですっごくいい気分です。そんなこと言わないでよ。お願いだからなんとかして。友達もみんな怒り出しちゃって、なんか喧嘩まで始まりそうなの。ちょっとやめてください。なんすかその状況。絵を想像したらめっちゃ笑えます。笑ってる場合じゃないのよ。だったらタクシーか何かで帰ってきて。どうして頭のおかしい隣人のためにタクシー使ってまで帰らないといけないんですか。今ちょうど盛り上がってるとこなのに。あ、スペアリブ焼けたみたいなんでしばらく返事できないです。スマホベタベタになると嫌なんで。ちょっとお肉なんて食べてる場合じゃないの。ねえ聞いてる？本当に私よりお肉優先なの？返事してよ。本当にやばいんだって。なんか雨降り出したんだけど。やっぱりスペアリブ美味しいですね。骨の周りのところが絶品です。ビールにも合うし最高。ちなみにこっちはいい天気です。星空が綺麗だな。何のんきなこと言ってんのよ。どうして私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。よりによってこんなタイミングで旦那が帰ってくるなんて。全部自業自得じゃないですか。ゆかさんが意味不明なことを言ってうちの庭を占領しようとするから私が旦那さんに連絡したんです。すぐに帰って何とかしますって言ってくれました。旦那さんってこんなにまともで常識のある人なのに、どうしてゆかさんなんかと結婚したんでしょうね。は？あんたが旦那に連絡したの？っていうか、なんで連絡先知ってんのよ。単身赴任に行かれる前にゆかさんに何かあった時のためにって連絡先を渡されてたんです。じゃあ全部あんたのせいじゃないの。責任取りなさいよ。とにかく今の状況をどうにかして。そうだ、旦那に連絡してよ。これは誤解なんだってさ。どう説明したら誤解ってことにできるんですか。だいたいゆかさんが勝手にうちの庭に家建てたりしなかったらこんなことにはならなかったんですよ。浮気は知らなかったですけど、旦那さんにとっては良かったのかもですね。あと私的には超面白いので OK です。本当に愉快だな。ビールがうまい。全部謝るから、家もすぐに撤去するし車も動かすから、だから何とかしてよ。それは当然のことですから。何でも言うことを聞くからさ、お願い、私を助けてよ。旦那は鍵開けてくれそうにないし、このまま朝まで過ごせっていうの？あ、今度は骨付きカルビが焼けたみたいです。ってことで、もう返事しません。バーベキューって男の人が積極的に焼いてくれるから女性陣は楽ですね。こんなに楽しい時間はめったにないので、ゆかさんの相手してる暇ないんです。じゃあ、さようなら。その後ゆかさんたちは数時間放置されてようやく家に入れてもらえたそうです。とはいえ旦那さんの怒りは収まることはなく、すぐに離婚を宣告されたとのこと。
我が家の庭はすぐに旦那さんが業者を手配してくれて元に戻りました。ゆかさんはミニハウスも旦那さんに内緒で勝手に購入していたらしく、撤去費用を慰謝料などと一緒に請求されることになったんだとか。その総額は1000万近くにもなっちゃったそうです。現在ゆかさんは旦那さんへの返済のために夜の街でせっせと働いているんだとか。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。